町村金昭和19年11月25日は日本の実業家、政治家、元大久保町長、政治家、町村信孝の祖父、正七地位、訓後等、越前国府中に、府中領主本岳の家臣、町村式の進む、河野長男として生まれる、等、織の進むは、町奉行を務め、 精錬潔白の師と言われ、明治維新後は寺子屋で児童の教育に当たった。慶応さん、8歳の時に、府中藩公立教官に入学、通りの進むは近夜に新時代の学問を収めさせるため、東京日本橋に、竹尾名参加屋の問屋を営む教頭の人、米倉家平に託し、明治4年、12歳の時に、高校の傍らや学に通う。さらに、 上級学校を目指し、英語を学ぶため、明治六年に愛知県英語学校に学ぶ。坪内商用、三宅節令らと机を並べる。同校を卒業後、明治八年に東京の神戸大学校床に学び、英国人教師ハミルトンの教えを受ける。明治十年三月神戸大学校を受験合格するが、その年二月に起きた西南戦争の軍備増大が予想され、 授業料のいらない蚕蚁合格者が例年の半分近くに減らされ、近夜は資費制合格であったため学費に給した。ちょうど同じ時期、前年の明治9年にウィリアム・スミス・クラークが中心となり開校した札幌農学校が蚕蚁の2期生を募集しており、交通後に工部大学校に一発したものは無試験採用だったので、直ちにこれに応じた。入学した。 同期生の内村勘蔵、二戸ベイ蔵、宮部金吾など18名と共に、明治10年8月27日、開拓死後要宣言部丸にて品川を出版、函館を経て9月3日小樽に上陸、乗馬で札幌に向かい、夜、札幌農学校寄宿舎に入った。農学校在学の4年間、主だった教師は皆、米国人だったため、英語の進歩は著しいものがあった。 そして、金谷は、親とい外国人として開拓士に勤めていた、エドウィン団について、アメリカ式農場経営法を学んだ。明治14年7月、札幌農学校を卒業する。同期生は、内村勘三、宮部金吾、広井さ南高次郎、岩崎幸千華、二戸部稲蔵、藤田久三郎、足立玄太郎、高木玉太郎と金谷の10名であった。同年、 マコマ内牧牛場を管理。明治23年、ウリュー家族組合農場事業主任となる。明治24年、ウリュー町村農場を経営、ご小作成とする。明治30年、都価地開墾後市会社農場長となる。明治34年、陸軍省で農事専任技師を務め、軍馬補充部に属縮しろ、岩手、福島を,を担当。明治43年、 東京に転勤し、大正5年に陸軍省を退職。以降10年、大久保町長を務め、町長退職後は自適の生活を送っていたが、戦争中、伊豆金吾に伴われ生まれ故郷竹雄に疎開した。昭和19年11月25日、郷里の福井県竹雄で亡くなる、86歳であった。ある時金夜は、ブリュを探検するため、 三人連れで出かけた木と一本堂の真ん中に大熊が踏みとどまり三人をじろじろ見ている。三人はこの熊をいかにして避けようかと協議の末三人ともに大声を出してみたところ大声に恐れをなしたものか姿を消したので三人一生懸命走って逃げた。それまで馬上にて熊に会ったことがあるがこの時ほど危険を感じたことはなかった。 町村金吾殿445ページ。AB、北海道牛作り125年37から55ページ。ABCD 昭は15年12月、札幌同窓会第63回報告1から3ページ。AB 昭は19年8月、札幌同窓会第67回報告2から4ページ。昭和16年12月。 札幌同窓会第65回報告1から2ページ。ありがとうございます。